日付が変わった瞬間に施行されるっていうことで、なんか別にまだ今回国会でみんながいて審議してるって感じじゃないんですけど、全然忘れてないぞってことを声に出していきたいなと思ってます。で、今日だけじゃなくて明日も声出そうと思ってます。よろしくお願いします。昨年9月、違憲である安保法制があってはならないような強行採決で可決されてから半年以上が経ちました。そして明日、いよいよ安保法制の施行日となりました。僕は今ここでスピーチをしていて、とても悔しい気持ちでいっぱいです。去年の夏のことを思い出し、もう一度大きなアクションを起こしていきましょう。ここにいない、まだ声を上げていない人たちに、この危機的状況を訴えかけていきましょう。そして社会を実際変えていきましょう。